にちは、エランドショップの福山です。今日はもう今かなり皆さんに、まあ、お子さん子供を中心ですけど大人気のマイゼンシスターズの商品、これだけあるよっていうのをちょっとご紹介させていただきたいと思います。まずランチグッズが一通り、出ています。なので、直飲みの水筒が2種類ですね。これ何ミリですか？これが 480ml の直飲みと、それからこちらが580ですね。これが580なので、この2種類の直飲みの水筒が2つ出てます。こんな柄ですね、可愛らしい柄で、名札シールもついてますので、お子さんは、名前を書いて自分のものということが言えると思います。可愛いですね。前前のマイキーと善一のキャラクターがここに映ってます。はい、それからこれは巾着袋ですね。はい、巾着袋もあります。で、ランチボックス、これは仕切りが入っているランチボックスで、名前のシールについているのも出ていきます。これトリオセットですかね。はい、トリオセット、スプーンとお箸とフォーク、3種類入っている。あ、名前も書いてますね。マイゼンっていう名前が入っている。こんな感じのポップなキャラクターの色に合わせてですかね。善一の赤とマイキーの緑色っていう感じで、そこも統一されたトリオセットあります。はい、それからお箸ですね。これはお箸だけの、何でしたっけ、箸&箸箱セットですね。あ、箸&箸箱セット、はい、こんな形です。で、コップがあって、コップ袋もついてます。で、これがランチクロスですね。はい、なので、まあ、こんな形でランチボックスとランチとお箸にコップ水筒、もう本当に、お昼の時間に必要なものは全部一式揃っているような感じです。で、それ以外に歯ブラシも出てますし、このコップは何ですか？メラミン製のタンブラーです。メラミン製のタンブラーですね。なので、小さいお子さんが落としても割れないメラミン製のタンブラーも出てます。なので、お子さんがマイゼン大好きだったら、もうめちゃくちゃ喜びそうな形で、ランチの時間はもう天国ですね。マイゼンに囲まれて、お弁当、まあ、もしくは遠足とかレジャー行くとき、ピクニック行くときでも、このお弁当なんかに詰めてあげたりすると、お子さんめちゃくちゃ喜ぶんじゃないかと思います。マスクもあります。このマスクは、違いは不織布のマスクと、こちらは立体の不織布マスク、立体の形が違うんですね。はい、これ開けても大丈夫ですか？はい、大丈夫。はい、このマスクの違いは、おお、めちゃめちゃ可愛い、ちっちゃいですね。4歳以上、まあ、4歳以上で、あとはまあサイズに合うお子さんっていうことですよね。まあ、ちっちゃい可愛らしいマイゼンの、子供用の立体マスク、10枚入りですね。なので、はい、マイゼンが好きだったら、もうこのマスクだったら、もうお子さんちっちゃいとね、なかなかマスクしてくれないお子さんもいると思うんですけど、やっぱ好きなキャラクターだとつけたいって逆に言ってくれる人も言ってくれると思うので、マイゼンが好きなお子さんがいる方には、このマイゼンの柄入りのマスクもおすすめです。この三角の立体マスクと、それから、まあ、いわゆる一般的な不織布のマスクですね。これもカラフルな、はい、こんな形の不織布のマスクが入ってます。マスクもマイゼン人気ですか？はい、上位に入ってます。もう上位に入ってますね。トップに入ってます。あ、トップに入ってます。人気ある。じゃあもう今年は大人気なんですね。はい、マイゼンはこちらのランチグッズ、マスク以外にも傘もあります。これがビニール傘ですね。55センチの、これ何でしたっけ、素材何でしたっけ？グラスファイバーの素材となります。グラスファイバーですね。軽くて丈夫な、はい、丈夫で折りにくい素材となっています。軽くて丈夫で折りにくい、はい、こういう子供向けに特化した傘になってます。とっても可愛いのでいいですね。お子さんは雨の日もテンション上がっちゃいそうです。足が、これはサイズいくつですか？注目サイズ55センチとなります。55センチですね。はい、これは、さっきのどっちか、ここに窓があるので、透明なエリアがあるので前が見えるということですかね。はい、はい、なんで、
雨の日でもこうやってちょっと風とかで前前傾姿勢になっても前がこの透明な部分で見えるので安全という商品です。これも素材は素材は同じです。クラスファイバーです。はい、なので丈夫で折れづらいという傘も出てます。それからその後の夏に向けてもこれが出るんですね。もう出てますか？もう発売しております。はい、じゃあ4月現在これも販売してます。サンダルですね。かわいい前前のキャラクターが表面になって裏側が真っ黄色、まあ、もうなんか夏って感じの。これサイズは？サイズは17、18、19センチと3種類ですね。もうランチからマスクから、傘、ビーチサンダルとたくさんの前前の商品があるので、まあ、前前好きのお子さんがいらっしゃる方は揃えられてもいいですし、まあ、何か一つねプレゼントとかそういったものにも、よろしいかと思います。好きな子本当にこういうキャラクターがね、自分の身の回りにつけれるものになるとやっぱテンションが上がりますし、何かちょっとマスクとかつけづらいものとか、あ雨の日テンション下がるなっていうのも好きなキャラクターで一緒にお出かけできると、あのお子さんも楽しくお出かけしてくれると思うのでおすすめです。はい、今日は前前シスターズ今大人気のキャラクターの商品紹介させていただきました。何か質問があればコメント欄に、お願いいたします。またいいねとか、何か感想とかでもいいといただけるとテンション上がりますのでよろしくお願いいたします。はい、まだまだこれからもこういったキャラクターグッズとか、もしくはお母様とか女性向けの商品も紹介していきますので、よろしければチャンネル登録の方もお願いいたします。ありがとうございました。